はい、では全国のボンレス好きの皆様、お待たせしました。はい、ということでね、本日はなんですけども、怪我してる間に練習してこなかったトリックを練習してみる第3弾今まで練習してこなかったトリックで、まあ、自分ができそうなやつを、まあ、やってみようっていう企画の第3弾ですね。第1弾はマニュアル、あんま練習してこなかったマニュアルをやりました。第2弾は、ついこの間、まあ、どっちもついこの間かあげたと思うんですけど、パワースライドで、今回ボンレス。この辺はね、僕練習をおろそかにしてて、ボンレスに関しては本当にほとんどやったことがないです。なのでね、まあとりあえずボンレスできるようになりたいなっていうところで、普通のオーリーやると足がまだちょっと痛いんで、まあ、ボンレスこれだったらまだできるんですよ。ちょっと気をつけながら、高さはあんま出せないかもしれないんですけど、気をつけながらやればそんなに痛くないんで、これをねちょっと軽い感じで、そんな高さは出せないです。でもボンレスっていうものがどういう感じなのかっていうのを練習していこうかなっていう感じです。それじゃあやっていきます。デキテープで親指めっちゃ削れないですか？なんか痛くなりそうなんですけど、ちょっと軍手していいですか？真面目になんか、多分僕下手くそなんで思いっきり握っちゃってて普通に痛いです。はい、用意してきました。今ね、手もね、なんか皮が脱皮してて結構めくれてて皮が薄いんですよ。なんでちょっとね、危ないんで軍手します。できてるのかわからない系トリックナンバーワンですね。全くわからない。なんか回るやつありますよね、ボンレス180みたいな。やってみます。うそや、むずっ。こっち回転で合ってるよね。どっちでもいいよ。まあどっちでもいいか、普通に考えたら。むずっ、めっちゃ怖い。これ良くなるな。
はい、ということでね、ボンレス180やってきました。やっぱね、動画内でも言ってたんですけど、思ったより難しかったですね。できてるのかも分かんないんですけど特に180とか、なんかテールの方が上がってこなくて、テールの足からついちゃったりとか、なんだろう、こっちの足が上がってこないんでしょうかね。あとやっぱゆっくりじゃないとできない、なんかスピード、もうちょっと多分スピード出せると思うんですけど、あんまりスピード出しちゃうとボンレスって多分できないんですけど、もうちょっとスピード出せると思うんですけど、なんか足の動きが遅すぎてめっちゃゆっくりじゃないと対応できないみたいな、なんかいろんな難しさがありましたね、ボンレス。うん、舐めてたわけじゃないですけど思ったより難しかったです。うん、舐めてたんですかね申し訳ありません。でもボンレスも結構多分ノーコンプライみたいに奥が深いトリックで、いろいろあるのかな、多分いろんなボンレスのバリエーションってあると思うんで、まあ、少しずつね、まあ、ベーシックのボンレスを練習してできるようになってきたらちょっと疲れましたできるようになってきたら、そういうのも練習していきたいなっていう感じです。ちょっと疲れたんでね、もうそろそろトークやめようかな失礼いたしましたちょっと喉が疲れちゃったんで、この辺で終了しようと思います。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。これなんか映像で映ってるかわかんないんですけど、この辺ちょっと白いのわかります？これ全部あの軍手の毛ですね。これが親指だったら皮がなくなってました。